そういった母性が必要だという発言をしているんですね。そういったものの押し付けでどれだけ虐待が起きているかと。でそういった一方で長時間労働を、当たり前にする働き方改革を推し進めていて、男女平等の子育てと言いながらも男性は長時間働かなきゃいけない、女性は長時間働けないということは、この働き方改革から女性は完全に外されているということですよね。そういう矛盾しているということに全く気づいていない、この萩生田さんの発言に抗議して、先週私たち八王子の駅の北口で MeToo、女性差別を許さない、そういった行動を行いました。また後ほどその報告をさせていただきたいと思います。そして八王子では、月始めの日曜日に個別訪問を行いました。目白台を中心に個別訪問を行いました。それでですね、6月の7日に、署名を国会に提出してきました。1350万と言っていますが、実際の問題はそれは4月末の数で1350万なんですね。実際は1500万に、到達しました。1500万です。やっと半分いきました。あともう半分、この安倍政権の改憲、これを断念するまでやり続けたいと思います。1500万と言いますと、つまり全日本の人口の8人に1人が今この3000万署名をやったということになります。8人に1人です。あともう半分みんなで頑張って4人に1人3000万を必ず実現したいと思います。頑張りましょう。それではまず最初に、働き方改革、これ参議院でまた強行しようとしていますね。本当にひどいですよね。働かせ放題、残業代が出ない、そういった働き方改革、働かせ方改革ですね、それを政府は推し進めようとしています。この現場からの声をお話ししていただきたいと思います。首都圏青年ユニオンの清水文芳さんです。お願いします。清水と申します。どうぞよろしくお願いいたします。働く者の当事者として、少し発言させてください。私は高校を卒業してフリーター生活を得て、なんとか正社員になりたいという思いで選んだ職業がコンビニの店長という仕事でした。フリーターはもちろん非正規労働で給が低い。だから正社員になってしっかり生きていきたい、胸を張っていきたいという思いで入社しました。それがコンビニショップ99、今はローソンストア100というコンビニで、この八王子でも多くの店舗が、営業していると思います。私は正社員として入社して半年後に残業100時間、入社して9ヶ月には、あなたは店長だよと言われ、残業代がつかない。朝から晩、晩から深夜、深夜から早朝まで働く。店長といっても、やってる仕事の8割、9割はレジで接客をする。レジで立ってお客さんを待っているという、アルバイトとあまり変わらないんですが、あなたは店長だよ、責任を持って24時間働きなさいと言われ、1ヶ月150時間ぐらいの残業、多い時では4日間で80時間連続して勤務するということがありました。私は入社して1年と2ヶ月でうつ病、ドクターストップがかかりました。このことについてショップ99、ローソンストア100の会社は何と言ったか。店長は管理監督者、過労でうつ病になったのはあなたのマネージメント能力がないからということで、会社は長時間働かせた責任を取らずに、本人が悪い、長時間働いたあなたが悪いということで自己責任論を押し付けてきました。一方で店長は100時間150時間残業したけれども残業代を払わない、こういうふうに会社は言ってきました。
そうするとですね、私は年収300万円の契約で社員として店長として働いたんですが、時間換算すると742円の時給でコンビニで働いていたことになるんです。店長といっても学生アルバイトの時給よりも低く安く使われているんです。これが実態なんです。で、私は労働組合に入って裁判をしました。裁判の中でも会社は自己責任、いわゆるうつ病になったのは本人のせいだ、残業代は払わない、店長は管理監督者だと、このような言い分で体を悪くするのも本人の責任、長時間働くのも本人の責任、そして年収300万円を払って延々と死ぬほど働かせる、これがコンビニのやり方、ローソンストア100のやり方なんです。今現在も私はこの会社と会社の中で戦っていますが、やっぱり給料は上がらない。アルバイトの給料は常に最低賃金に張り付いています。アベノミクスがどうのと言われますが、コンビニで働いている店員としては本当に怒っています。給料も上がらなければ待遇も上がらない、それなのに会社だけがますます大きくなっていると、なんとかしてこの状況を変えたいと思ってこの場で発言させていただきました。今後とも皆さんと一緒にこの働くことの問題を当事者として一店員として訴えていきたいと思ってます。今後ともよろしくお願いいたします。現場からの貴重な報告ありがとうございました。こういった人たちがたくさん今いるんだということを私たち心にしっかり持って、この安倍政権が行っている働き方改革、絶対に絶対に許さない声を上げていきましょう。ありがとうございました。それでは今度は、法律家の立場からこの働き方改革ひどいんだぞということをお話していただきたいと思います。弁護士の白根新平さんです。皆さんこんにちは。地元八王子で弁護士をしている白根と申します。参議院の厚生労働委員会で働かせ方改革の一括関連法案強行採決されようとしていますけれども、何が問題か、働かせ方改革、安保法制の時と同じように複数の法律を今同時に審議しようとしているんですね。約8本、安保法制の時は11本でしたけれども、やっぱり法律っていうのは国民の権利や義務に関わるので、一つ一つ慎重に審議していくということが大前提だと思うんですね。それにもかかわらず今8本の法律を一括して通そうとしている、それがまず議会制の民主主義をないがしろにする姿勢だというふうに私は指摘したいというふうに思います。それともう一つは立法事実といいまして、安保法制の時もそうだったんですけれども、北朝鮮が攻めてきて、その時に米軍の艦船を護衛できないと困るというような立法事実、その法律がですね、正当とされるような社会的事実、これが必要だというふうに法律は言われているんですけれども、安倍首相は一般労働者よりも裁量労働制の方が労働時間少ないというふうに言ってたんですけれども、それが捏造のデータだったということが分かり、立法事実、つまりその法律を作る根拠っていうのはね、もうなくなってしまった。それにもかかわらず通そうとしている、これが2つ目の問題。そして高度プロフェッショナル制度といって、過労死促進法、過労死をこう推進するような法律ができようとしています。労働時間っていうのは1日8時間、週40時間というふうに決まっていますけれども、その規制を外すと、一定の収入があればその規制を外して割増賃金、休憩時間、休日労働、全てこれについての労働基準法の規制を外していく、そういう法律ができてしまう。例えばですね、私がやった過労死事件とかですと、研究職とかっていうのはそもそもその、安倍首相が言っている労働時間規制にこれ含まれないっていうふうに、今働き方改革で言われているんですけれども、ある皆さんの知ってる大手の会社で
まあ、持ち帰り残業とか、あとはまあ成果型というふうに言われててですね、まあ、労働時間じゃなくて成果が成果で判断されるというふうになると、どういうふうにするかっていうと、もう家にまでこう仕事を持ち帰る、成果が出なければずっと研究論文をリサーチして執筆するっていうようなことを続けまして、まあ、本当に痛ましいんですけれども、まあ、本当に有名な皆さん知ってる大学院を出て、まあ、将来は嘱望された本当に若い人がですね、1歳の娘さん残して、まあ、会社の社屋から飛び降りて自殺してしまうっていう事件がありまして、そういうものも起こってしまった。また労働時間規制っていうのは今度は運転事業、自動車運転に関わる業務だったり、医師はこれは5年後に先送りっていうふうになっているんですけれども、まあ、自動車運転だったり医師っていうのはとりわけ過労死が多い分野っていうふうに言われていまして、私も自動車運転、まあ、トラックの運転なんですけれども、父子家庭で娘さんが私のところに相談しに来て、お父さんがこう脳梗塞で倒れてしまったから、まあ、自己破産をしたいっていうような話だったんですね、最初は。でもまあ倒れてしまったその要因を聞くと、やっぱり働きすぎなんじゃないかということで、裁判所と一緒に、まあ、会社に乗り込んで資料を調査して、そうすると120時間ぐらいの労働時間が出た。でその時に、まあ、私今でも忘れられないんですけど、お父さんがね、その裁判所に提出する書面を書く時に、まあ、明け方家に帰ってきて脳梗塞で倒れたんですけど、最後に自分のが覚えてる記憶っていうのは、救急隊員の声と、あと娘のお父さん大丈夫っていう、まあ、自分を呼ぶ声だった。それがもう本当に今でも忘れられなくて、で娘さんはその中でも、まあ、大学の進学を目指してて、今夢を諦めずに頑張っていますけれども、そういう、まあ、過労死の最も大切な、ね、自分の親だったり子供だったり配偶者をなくすっていう楽しみをもう作らせないっていう取り組みに、皆さんと一緒に私も頑張っていきたいというふうに考えています。ぜひ働き方改革を阻止するために皆さんの力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。先週6月10日に国会前に大雨の中2万7000人が集まりました。そこで NHK の女性記者を亡くしたお母さんが来られて、過労死の実際の話をしてくださいまして、本当はおばあちゃんになるはずだったんだと、そういった悲痛なお母さんの訴えに本当に国会前は静まり返って、雨の音だけしか聞こえない。警察も何にもの時は言わなかったんですね。何もみんなが口を閉ざして真剣に聞いていた。これが安倍政権のやっていることなんですよね。この人命軽視の政策、人命軽視の政治、これはやっぱり私たち市民が市民の声で退陣を追い込んでいかなければならないと思います。頑張りましょう。そして6月10日はその働き方改革の問題だけではなく、やはりテーマとしては政治の腐敗と人権侵害を許さない、これが一番のテーマでした。この八王子の、選出してしまった萩生田さんが、赤ちゃんはママがいい、そういった女性が子育てをする、その前提で社会の仕組みを作っていこう、そういう発言をしたんですね。こういったことを許さない。そして長崎の加藤議員が子供3人産むと結婚式でスピーチしてる。そして麻生さんがね、セクハラ罪はない、さらに閣議決定したんですからね。こういったこともろもろ許さないよという八王子で、セクハラを許さない 6.9 八王子アクションを行いました。その報告を井上睦子さんからお願いしたいと思います。井上さん、お願いします。ご紹介いただきました井上です。戦争をさせない八王子市民集会実行委員会、このアクションを行っている団体の呼びかけで、6月9日セクハラ発言を、セクハラを許さない 6.9 八王子アクションが行われました。たくさんの通行人の人たち、そして立ち止まって聞いてくださる多くの女性たちがいました。中には女子大生や若い会社員の女性たちも一緒になって、その怒りを表明をしたところです。多くの人が集まって42人で
抗議をいたしました。今石山さんからも報告がありましたように、八王子選出の萩生田光一議員、彼は大変な、なんていうんですかね、性別役割分担を推し進めようとする人物だと思います。ママは赤ちゃんはママが好きに決まっている、だから子供を産んだら女が子育てをしろということをこの2018年にもなって言い続けて一切の反省をしないということに驚きと怒りと、そしてこれは絶対に国会の中でこういう仕組みで社会を作ってはいけないという私たち女性の声をしっかり反映をしなければいけないということを確認をいたしました。今女性たちは妊娠しても働く中でマタニティハラスメント、あるいは日常的には職場の中で地域の中でセクハラを受けています。これは戦前も戦後も一貫して変わりません。受けた女性たちの気持ちは多くのほとんどの人たちがそういう気持ちを味わっていると思いますけれども、自分には価値がない無能力な人間だと貶められてしまう、怒りさえ湧いてこない絶望感に陥れられます。そのことに対して反対をし裁判をして、女性たちはセクシュアルハラスメントという女性たちが本当に嫌な思いをしてきたものに対して提示がされました。それは開けてみると全世界共通、女性たちが苦々しくそして貶められてきた行為であったわけです。このことをまた財務省の事務次官が女性記者に対して堂々とやる、そして単なる言葉遊びだなどと言うということは本当に許されません。私たちは貶められているのではなくて人権を侵害をされている、そして自分たち女性たちの人権をしっかり守れと大きな声で叫ばなければなりません。怒りにこれを転換をし、政治の仕組みを変えること、男女平等の社会を作ることこそが、男性たちもまた人権を大切にされながら生きる社会だと思います。私たちは女性は手を取り合って貶められている人たちを連帯をし守り、そして社会を転換させる原動力になりたいと思います。抗議を続けていきましょう。そして怒りを持って行動していきましょう。男性たちとも一緒に行動したいと思います。井上さん、どうもありがとうございました。ですね、アピール決議文を配っているんですけれども、アピール決議文が人数確認になりますので、アピール決議文の裏に、行動提起があります。アピール決議持ってない方いらっしゃいますから、ぜひもらっていってください。お願いします。裏に行動提起が書いてあります。それでは、今月はですね、最後の安倍さんではなくて八景より戦争ですね。シンガポールに米朝会談がありました。ちょっとそれでパロディでやりたいと思います。それでは、大型紙芝居のパフォーマンスを始めたいと思います。お願いします。ハリボテ横綱トランポリン、片や前頭三代目キムキム、行司は掛森阿部之助、解説はサーモン閣下です。ブハハハハ、我が輩はデーモン元井サーモン閣下である。史上初のシンガポール場所、どんな結果になるか楽しみであるな。はっはっは。お前も老人形にしてやろうか。さあ、行司の掛森阿部之助が軍配を返します。
行事の掛け盛り安倍之助でございます。さあ行事の掛け盛り安倍之助が軍配を返します。双方とも見合って見合って、ハッチよーい戦争残った残った、ちょっと待ったれ、おい安倍之助、何が戦争だよ、俺たち今日は大事なお見合いなんだぞ。お前も今見合って見合ってって言ってたじゃないかなあ、キムキム。北の城門キムキムです。はい、小妻のおっしゃる通りです無理だ。ですからまさに最大連の圧力で見合って見合って、その言葉はもう使わないって言ったんだと。それよりなんでお前のその格好は、なんで行事のくせに回しをしているんだ。はい、つまり私も会話の外ではなく、まさにそのですね、同じ土俵でお見合いしたいと思いまして。お前はいちいち出しゃばるな、移民2万5000万人も送るぞ。俺は貿易問題で世界中から嫌われているんだから、このシンガポールでいいところ見せなきゃならんねんな、キムキム。そうです、すむりだ。僕も朝鮮半島の非核化をアピールしていいところ見せるので、すむりだ。市民のナオコです、ナオコです。ねえちょっと待った、あなたたちそれじゃ八百長でしょ。大事なのは朝鮮半島の非核化だけじゃなく世界の非核化なんだからね、パンダのシャンコちゃん。はい、パンダのシャンコです。平和憲法の国に生まれておかげさまで1歳になりました。ねえ市民ナオコちゃん、この人たちはまだ0歳だね。そうね、しっかり監視していかなくっちゃ。サーモン閣下、このシンガポール場所は成功したんでしょうか。ルーム、我が輩としては残った残った。何が残ったんでしょうか。盛りそば、かけそば問題が残った。ありがとうございました。ちょっと時事を盛り込んだんですけれども、それにしてもひどいですね、安倍さんがどれだけバカにされてるか、どれだけ古文だと思われてるかということはよく分かりましたね。あの脅しで移民2500万を送るぞと言われたと、それであの反対側から賛成につかされたというふうに、あのそういう情報が流れてきて本当にひどいなって思ったんですけれども、そういうふうに日本は扱われてるんですね、いい金づるだと思われてる。それではですね、皆さんに本当に毎度のことで申し訳ないんですけれども、カンパのお願いをしたいと思います。安倍政権がこうやって続く限り、私たちこれ毎月やんなきゃいけないんですね。またこれからも宣伝物とかでいろいろお金がかかります。で、通常国会が終わりますが、この八王子アクションは終わらないんですね。あの通常国会閉会中もやりますので、どうか皆さん、カンパを袋を持った緑のこれをしたスタッフが参りますので、本当に申し訳ないんですけれども、カンパよろしくお願いします。それでは、続きまして、各党会派の皆さんから、メッセージ、そしてあの挨拶をしていただきたいと思います。まず最初にですね、あの沖縄の風代表の参議院議員の糸数恵子さんからメッセージが来られていますので、代表して読ませていただきたいと思います。安倍内閣の総辞職を求めて本日お集まりの皆様に、参議院議員会派沖縄の風を代表し心から連帯の意を表します。5月15日は沖縄の日本に復帰した記念の日です。今年で復帰46年目を迎えましたが、沖縄の米軍基地をめぐる状況は以前と何も変わっていないどころか、ますます悪化しているようにさえ感じます。安倍政権は沖縄の負担軽減と言いながら、実際はさらなる米軍基地負担を沖縄に押し付けようとしています。これまでも米軍機の事故、爆音、基地からの環境汚染、
米兵米軍属の起こす事件は事故は後を絶ちませんでした。沖縄県民の暮らしが脅かされ続けているにもかかわらず、安倍政権は国民の暮らしを守る義務を完全に放棄しています。このような責任放棄の政権は即刻お辞めになっていただきたいと思います。今こそ私たちは真の民主主義を目指して、安倍自公政権の欺瞞に満ちた政治を正していかなければならないと強く感じます。国民に対する説明義務を怠り、嘘を繰り返し、税金を自分の小遣いのようにして使う安倍首相に脳を突きつけてまいりましょう。沖縄県民も平和の島の実現のため、さらに頑張っていかなければならないと思います。この流れを止めないように、これからも決して諦めず、あらゆる機会にあらゆる場所で平和の種をまいていこうではありませんか。頑張りましょう。沖縄の風代表参議院議員とかつけ方からでした。それでは続きまして、八王子の市議会議員の立憲民主党の小林弘恵さんからメッセージいただいていますので、代読をお願いしたいと思います。八王子市議会議員の小林弘恵さんの代読させていただきます。先日ある方から、政治は最高の道徳であるという話を聞きました。果たして今の日本の政治に道徳はあるのでしょうか。原発の再稼働、海外で武力行使していく道を開く集団的自衛権、憲法の改正、改悪、セクハラ罪という罪はないという国会議員の発言、明日は良くなるという希望があった昭和の時代から、明日が心配の平成へと進んでいる日本の政治は変えなくてはなりません。日本の政治に道徳を取り戻す、政治は生活です。私たちの生活を変える、政治を変えるのは皆さんのお力です。私は八王子の市議会議員として皆さんの生活を変えてまいります。共に頑張りましょう。立憲民主党八王子市議会議員小林弘恵、代読させていただきました。ありがとうございました。それでは続きまして、市議会議員の、日本共産党の八王子市議会議員の石井博一さん、お願いします。お集まりの皆さん、またご通行中の皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました日本共産党の市議会議員石井博一でございます。歴史的な米朝の首脳会談が行われました。昨年は考えられないような大きな前進、歴史が大きな音を立てて本当に動いていると思います。この対話の流れを進めていきましょう。その一方、日本では歴史的な、もう嘘にまみれた海まみれの政治が続いています。そしてさらに暴走を続けようとしています。本来であればこんな海だらけの嘘つき政権、とっくに終わってなければなりません。皆さんと一緒に、私たちも一刻も早く終わらせるために、これまでも、そしてこれからも声を上げていきたいと思います。しかしまだ居座り続けて、それをかばうようなマスコミもある。海は出し切らなければ、海はますます広がる一方です。海がこのままあっていいと思っていたら、みんなが海まみれになってしまいます。マスコミがそれを許して、私たちもなんとなくこれでいいのかなと思ってしまったら、みんなが、この日本中が海だらけでそれでいいということになってしまう。そういうわけにはいきません。こんなデタラメはもう一刻も早く終わらせてしまいましょう。どうだ。この八王子の上空では米軍機の騒音激しくなっています。それに加えて、この夏には欠陥機オスプレイを配備する計画が突如前倒しされて、そして4月にやってきました。一度離れて5月にまた来ました。このオスプレイは何度も何度も墜落している、いわく付きの欠陥機です。沖縄で、オーストラリアで、イエメンで、シリアで、この1年余りの間に4度も墜落事故を起こしています。オーストラリアの事故では、左右のバランスを崩した新しいパターンで墜落しました。オスプレイ、右左で
小さなプロペラが頑張っているために、これが頑張れなくなったら落ちてしまう。どちらかが偏ったら傾いて落ちてしまう。こういうパターンもありました。いわく付きの欠陥機オスプレイ配備やめさせましょう。特に横田に来るオスプレイは特殊作戦部隊のためにレーダーにかからないように超低空飛行、しかも深夜飛行、こういったことを任務としているために、普段の訓練もこういう危険な低空飛行を行います。さらに特殊部隊であるために、今どこにあるかを多分知らせない。5月に来た時はこれまでは事前通告を MV はしてきたんですが、 CV は事前通告なしです。飛び立つ時も事前通告なし。つまり特殊部隊であるために、私たち市民には何も知らさずにやろうとしていることです。私、市議会でもこの問題追及しました。市長会として情報を提供、正確で、迅速な情報を求め、安全対策、環境への配慮を求めている。しかしこれは国によって完全に踏みにじられています。まともに答えていない、情報さえ知らせない、騒音も激しくなる、安全でない、こんなオスプレイ配備を強行しようとしている米軍、国、そしてそれに対して文句も言わないような市では本当に残念です。私、これを皆さんと一緒に大きく変える、しっかり私たちが当事者で、被害者になりうるわけです。みんなと一緒にオスプレイ配備反対の声を八王子中から、そして横田基地周辺みんなで上げていきましょう。まだ止められます。ご一緒に私たちが主権者として政権も追い出して、オスプレイ配備もやめさせていきましょう。私も頑張っていきます。よろしくお願いいたします。石井さん、ありがとうございました。この前ね、横田から飛び立ったオスプレイが奄美空港に緊急着陸したんですよね。本当に危なくて仕方ないですね。この八王子も上空飛びますから、もうやめてくれという声を私たちが上げていきましょう。それでは続きまして、生活者ネット社民党市民自治の会の会派を組んでいます。本日は代表しまして、生活者ネットから八王子市議会議員の七海由里さんです。お願いします。皆さん、こんにちは。生活者ネットワークの市議会議員の七海由里です。セクハラ罪という罪はあります。いっぱいあります。ILO 国際労働会議の、調査で80カ国中60カ国が差別禁止法や刑法などでこのセクハラ罪というのを規定していて、厳罰化をしていると。そして先日新聞にも載っていましたけども、セクハラを、なくすための規定を作って、条約を作っていこうという方針も決まりました。こんなこう国際的な流れの中で、今の日本の首相の発言、今の安倍さんや、麻生さん、そして萩生田さんのこの発言というのはもう非常に恥ずかしい状況であります。もう本当に恥ずかしいです。先ほどから言ってますけど、本当にこれは人権軽視、人命軽視の政権だと言えます。これどれだけの人が差別を受けて、差別的な言動で傷ついているかということをやっぱり感じていない、全く分かっていないから、こういう発言が出るんだということがあります。そして今、働かせ方改革の問題、いろいろ言ってましたけども、ちょうど昨日介護保険についての勉強会があったんですね。こういう人権軽視の政権の下で が進められてきたら、私たちの生活、介護現場に もうまさにこう直撃している大きな影響が出てきています。今年から介護保険の利用料、介護サービスの利用料3割一部、3割負担になっていきます。それ中には、1万円以上も、月々さ同じサービスを利用するのに上がる人も出てくるというような状況です。さらに、生活援助の回数を限度額を設けよう、
で生活援助のケアマネジメントをするのに、自治体に届けなきゃいけないそういう義務規定も設けようとしている。さらにはケアプランを作るものも有料化しようという案も出てきている。こんなねむちゃくちゃなことが介護現場にも起こってきています。なんでこんなむちゃくちゃなことが起こっているんだ。やっぱりそこには人権軽視であり現場の声を全く聞かない。そして、介護というのはホームヘルパーの9割は女性ですから女性の労働をかなり軽視しているというところにこういうような案が出てきているんだろうというふうに思っています。こういった、私たちの生活にも本当に直結している。もう本当皆さんの今の生活ががらりと変わってくるような状況になってきています。人権軽視人命軽視のこういった政権絶対に退陣に追い込まなければならないと考えています。頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんと一緒に、国会内外そして議会内外で連帯して頑張っていきたいということでコールを上げていきたいと思います。憲法改悪絶対反対。改憲発議必ず止めよう。女性差別を許さない。セクハラ発言許さない。市民と野党は共闘するぞ。力を合わせて戦うぞ。政治を変えよう。政治を変えよう。みんなの力で政治を変えよう。ありがとうございます。共に頑張っていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。それではですね、八王子にはたくさんの市民団体がいます。市民団体の皆さんに30秒スピークアウトということで30秒ずつマイクを回して、これからも頑張るぞという決意を申し上げてまいりたいと思います。八王子九条の会市内連絡会です。私たち九条の会、各地域にありますがこれまで毎回2万のアクションのチラシのうち、最低6千あるいは9千というふうに毎回毎回力を尽くしてまいりました。また3千万署名は現在他団体とはダブらない形での数が2663筆です。戦争法反対の署名では私たちが2930筆やっていますのでぜひ3000筆を目指して頑張っていきたいと思います。こんにちは。私は金八でも毎週金曜日船森公園で6時半からデモやっています。原発反対のデモです。今日お配りしました、青い部が7月6日七夕デモを企画し、253回今終わってますのでこれからあと3回ぐらいやると256回目ぐらいになると思うんですがぜひ皆さん原発反対の声を多くしましょう。お願いします。山陰地方国会同盟八王子支部です。かつて大本営発表というのがありました。嘘の大命令これに役人も校長先生も新聞社もみんな口裏を合わせてそして国民を巻き添えして破壊の破滅の道に行きました。安倍首相の嘘の政治も断固追記しましょう。こんにちは。八王子原水橋です。現在日本の各地から広島長崎を目指して国民平和大行進が進んでいます。この行進の中でも被爆者国際署名や安倍会見等の声を上げています。皆さんと一緒に安倍政権を退陣に追い込んでいきたいと思っています。皆さん一緒に頑張りましょう。
日中友好協会の新宿です。戦前日本は中国だけでも1000万人以上の人々の命を奪いました。戦争は人を人で亡くしてしまいます。先日行われた米朝会談で北東アジアの平和への道が一歩進んだと思います。憲法改悪を目指す安倍政権を倒して日本は平和の先頭に立っていくべきだと思います。3000万署名成功を目指して共に頑張りましょう。憲法共同センター八王子です。毎月八王子主要駅頭宣伝を繰り返して行っております。その他にも市内も宣伝カーなどで絶対に憲法9条に手をつけさせない安倍政権による改憲反対ということで頑張っております。7月1日日曜日午後6時から東京新聞の社会部記者の望月磯子さんの講演を予定しております。夕方6時です。同性会館のホールで行います。ぜひ多くの皆さんご参加いただきまして、今のこの安倍政権を倒すにはというヒントになるお話をいただけると思いますので、ぜひ皆さんご参加ください。憲法9条世界へ未来へ連絡会三沢救助団です。今署名はもう一度家族にも広げていくということで再度取り組んでおります。安倍政権あまりにも広すぎてだんだん慣れっこになっちゃうかもしれませんけれども、そういうものに絶対慣れてはいけないと思います。しつこくいつまでも安倍政権が倒れるまで共に最後まで戦ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。クリスノー市民の会です。私たちは2001年から毎月第2土曜日にピースウォークをしています。人数は大変少ないのですが、毎回警察官が先導をして甲州街道を堂々とパレードをしています。憲法が変わったらこうした表現の自由も制限されるんじゃないだろうかねということを今月のピースウォークでは話しました。私たちは安倍会見を許さないということで7月8日弁護士の杉浦ひとみさんを講師に安倍会見と国民投票という勉強会を予定をしております。帰りにチラシをお配りをしますので、ぜひこちらにもご参加ください。頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。八王子たくさんの市民団体あります。皆さんと協力して頑張っていきたいと思います。それでは替え歌がですね、この行動定義の裏側にあるんですけど、今日は3番をみんなで歌ってその後コールをしてアピール決議を読んで行動定義をして終えていきたいと思います。散歩トトロの歌ですね。それの3番だけを歌いたいと思います。ベルを用意してください。よろしくお願いします。これも急にスカウトをしたので
と大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですか。大丈夫で OK ですか。辺野古新基地許さない、皆さん安倍政治許さない、安倍政治を許さない、カジノ法案許さない、コープロ制度は許さない、女性差別を許さない、憲法改悪許さない、TPP は許さない、オスプレイ配備は許さない、安倍政治は許さない、ありがとうございます。うまくいきました。ありがとうございます。皆さんぜひこれ参加してください。ありがとうございました。それではですね、続きまして、行動提起、皆さん行動提起アピール持たれているラボリーのでアピール決議文ですね、アピール決議採択に移りたいと思います。アピール決議を見上げてくださいますのは横水さんです。お願いします。皆様おはようございます。日曜日の午前中、天気も不安定な中お集まりくださいましてありがとうございます。それでは、アピール決議案を読み上げさせていただきます。第35回ノーボー八王子アクションアピール決議。私たちは6月12日の米朝首脳会談の成果を戦争ではなく対話による朝鮮半島の非核化と北東アジアの平和体制の構築に実らせることを心から期待します。日本政府も拉致問題をはじめとする諸問題の解決で憲法9条の立場で日朝首脳会談を開催するなど北東アジアの平和と繁栄のための協力体制を作ることを求めます。私たちは対話による平和への国際的努力に逆行する日本の軍備拡大、危険な米軍輸送機オスプレイの配備、沖縄の民意を踏みにじる米軍新基地建設の全てを中止することを強く求めます。私たちは全ての国が核兵器を手放し核兵器を廃絶するために、日本が核兵器禁止条約に賛同して核のない世界の実現へ積極的役割を果たすことを求めます。私たちは残業代ゼロ制度を導入し、過労死レベルの長時間残業まで合法化する働き方改革法案の衆議院での採決に抗議します。誤ったデータを基にした法案の撤回と誰もが人間らしく働ける本物の改革を求めます。私たちは原発ゼロ法を成立させ、再稼働ストップ、原発ゼロ、自然エネルギーへの転換を実現することを求めます。麻生財務大臣は相次ぐ公文書の改ざん隠蔽で民主主義の根幹を壊し続け、セクハラという人権侵害にも無判定で二次被害をも生み出してきたのに、官僚に責任を押し付け、自らは閣僚給与1年間自主返納というのでは納得できません。麻生大臣の即時辞任と安倍内閣の総辞職を求めます。憲法9条に自衛隊を書き込むことは戦争への歯止めをなくしていくことになるため、私たちは絶対に認めるわけにはいきません。引き続き安倍9条改憲の3000万人署名を広げます。国会と私たち市民を欺き、国政を私物化した上に賭博を合法化するカジノ実施法案の強行採決までした安倍政権は許せません。日報各紙など自衛隊の文民統制もできない政権に改憲を語る資格はありません。市民と野党の共闘で安倍政権を一日も早く
退陣させ、日本の政治に立憲主義、民主主義を取り戻しましょう。平和憲法を守り抜きましょう。2018年6月17日、第35回ノーゴー八王子アクション参加者一同。拍手を持って確認したいと思います。ありがとうございます。今後の行動予定をお話ししたいと思います。今日はですね、これから1時半から牛浜の駅からずっと歩いたところで集会があります。横田基地反対の集会です。そして行かれる方は12時10分に八王子の改札口、 JR 八王子駅の改札口の横にニューデイズがあるので、そこに12時10分に集まってください。そして19日行動がまたあります。6月19日今国会ちょっと延期されますけれども、延長国会を経ても通常国会内の19日行動は、19日今月が最後です。19日行動、ここで、キャンドル、韓国のキャンドル革命で使ったキャンドルを8000本韓国の人たちが全部採集して日本に送ってくれたんです。で、電池代までいただいて、電池も日本で買って、それを19日皆さんにお渡ししますので、来た人は1人1本でもらえますので、お土産付きです。19日行動ぜひ来てください。よろしくお願いします。そして次の日、6月20日の日に国会陳情行動があります。議員さんの部屋に回っていて、八王子ではこんなことしましたよってことを直接訴える大切な行動です。そして木曜行動があります。これは国会会期延長決まりましたので、6月21日の木曜日行います。で、木曜日は会期延長中は必ずやりますので、ぜひ来てください。だけども6月28日の木曜日だけは、木曜行動は、原発ゼロの基本法の制定を目指す市民の集いというものを中野ゼロホールで行います。そしてですね、7月15日、来月の八王子アクションは7月15日で、この間朝やってたんですけれども、来月は夕方の4時から、ちょっと涼しくなった4時からここで集会をやって、その後市民パレードを行いたいと思います。皆さん、7月15日セミが鳴いてるか分かりませんけど、安倍さんはセミが鳴く頃に第 3次安倍内閣を出そうと、そして参戦を目指すと、そういった表明をすると言っていましたね。セミの鳴き声じゃなくて、やっぱり私たちの鳴き声で参戦はさせない、安倍さんを絶対参戦させない、そういったことをするためにも7月の八王子アクションにもぜひ集まってほしいと思います。そして萩生田さんの抗議、事務所に電話する、ファックスする、そういったことでもいいので、八王子市民を怒っているぞという声を上げていきたいと思います。女性や家庭に子育てを押し付ける、その結果が目黒区のゆあちゃんが亡くなった事件につながるんじゃないでしょうか。そういった児童虐待、社会が関与できない、そういった問題を全く解決もしないで働き方やカジノを進めたりする、本当に人命軽視の政治はもううんざりだという声を皆さんと一緒に上げて、本当に本当に安倍政権退陣に追い込みたい、臨時国会で改憲発議しようとしています。安倍政権を絶対に参戦させない、そのために皆さんでこの夏も頑張り合いたいと思います。頑張りましょう。本日は大変お疲れ様でした。来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。